チャンネルでいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。もう9月に入って、まあ、どんどん涼しくなってきてますけど、うん、もう食べ物が美味しい季節になりましたな。まあ、秋はね、味覚の、まあ、うん、秋の味覚といえば、すき焼きもそうだけど、まあ、松茸はね、それは大切ですね。秋に、な、すき焼きに松茸の入らん、うん、すき焼きはちょっと頼んないっていう。個人的には、焼く松茸よりも、すき焼きの松茸が美味しいなと思います。松茸の代わりに椎茸入れるのが一般的やろ。やっぱ松茸はね、うん、匂いもそうだけども、うん、歯ごたえがいいと思うんですよ。うん、歯ごたえも。ええ、うん、でもそんな松茸は昔はね、バケツのように当たり前のように入ってたらしいですけども、いや、あの、うん、僕らの子供の自分ね、ええ、はもう松茸なんていうのはね、ええ、もう秋になったらどっかから、あの、それこそカゴにいっぱい、ええ、あの、もらうっていうのが当たり前で、ね、そうそうそう、うちの父親同じこと言ってました、うん、でも特に関西、京都とか、ええ、大阪とか言うと、うん、誰だとその松茸山持ってる人が知り合いにおったりしてね、そうそう、でそういうとこから、あの、バサッと届くっていうような、で今ほどは高くないから、そうですね、向こうも来やすくれる、今みたいに一本5000円とかね、すみません、いやいや、100g ぐらいので立派なやったら2万円ぐらいです。昔は北朝鮮産だったんですけどね、最近はなくなりましたな。あ、その代わり、まあ、うん、あの、中国産とか、そうそうそう、カナダ産がいいらしいね。カナダ産ですか。うん、カナダ産はちょっと色が白いけども、うん、香りは、あの、いいらしいよ。で、まあ、松茸っていうのは、うん、まあ、僕らなんか環境悪化で松茸減ったかと思ったんですけども、うん、実際に違うそうですね。これはね、掃除の問題。要するにね、山をね、あの、落ち葉が積もるやん。で、これをきちっとね、掃いて風通しを要せなあかん。そうですね。ほんで、それは今、それがね、うん、あの、もう年、昔だったら落ち葉とかそういうもんもみんな燃料で、あの、持って帰ったわけや、山持ってる人は。それから、あの、昔は、うんうん、いや、山の落ち葉っていうものも燃料の一つとして使われたから、そういうですね、うん、さつまいも作った、焼いたりね、うん、それから集めて落ち葉でね、うん、さつまいも焼いたりするのも子供の頃やったけども、そうですな。ほんで山なんかやと相当そういうのが出てくるから、それはそれで結構な燃料になったわけや。そうですね。ところが今もガスとかそういうものが普及したら、うん、家庭でそういうものを燃料に使わんようになった。そうですよね。それから山持ってる人は基本的に掃除をせんようになったわけ、うん、あ、そうなんだ。でもうちの知り合いで梅が働いて、嵐山のちょっと奥の方、高尾に行くまでの辺のとこの友達がおるけど、そこなんかその近辺に山持ってんだけど、そこのおじいさんなんかはその山の木を切ってきて、それではしご作って、はしご売りに歩いてはったらしい。ほうほうほう。だからその山へ木切りに行く時に、うん、必ず掃除して帰らはるわけや。ああ、ほんなら綺麗になりますもんね。そしたら風通しがようになって、それから松茸がなんぼでも生えたって。なるほど。それからなんか100キロぐらい年間、あの取れたりって言ってたね。松茸が。ほう、すごい。それからもう、あの、いろんなそのお得意さんとか、知り合いとか、みんな読んではその接待に使って。それからその100キロ取れたのを売ったことは一回もないんやって言ってはったね。その自分はまだそのおじいさんの時代やから、うちの友達はそこへ嫁入りして、やから、よう取れる時代の、あれには、恩恵にも預からんかったけどね。うんうんうん、なるほど。うん。だけども、まあ、そんなんで、もう取れて、うん、で、ほんと全く泥棒っていうのがあって、その当たり前にむちゃくちゃ取れた時の話しようか。うちの古銭の知り合いの人で、丹波の笹山で古銭屋さんしてはった人があって、その人の話なんか聞くと、もうそら、昔は丹波の笹山というのは、あの辺の丹波の松茸の集散地やったから、だから駅に近づくだけで、うん、もう松茸の匂いがもうものすごしたっていう。すごいですね。うん、ほんならある時、列車が事故があって止まって、貨物が行かんようになったら、それがどこへもその出荷できへんで、駅に置きっぱなしになって、もう大変やったって、その匂いがもうかなんぐらいの匂い。駅名が松茸駅になりそうですね。きついぐらいやったと。すごい取れたんですね。それで、その、取りに行っても、もうあっちこっち生えてるから、あの、昔のよう、あの、紙くず屋が大きいカゴ持ってるの知ってる？ああ、なんかありますね。あの家なんかで。後ろにこう入れる、うん。ああいう大きいカゴやな。ええ、それこそ相当入ればな。ええ、30リッターとか50リッターぐらいの。まあ、一気いきますよね。うん、ああいうカゴを後ろに背負ってね。ええ、ほんでずっと山歩いてたらね、なんぼでも生えてるから、道端でも生えてるからね。それを取ってね、掘ったらもう
途中でも嫌になってまた生えてるわっちゅうので、うん、もう足でペペッと踏んで、ええ、あのもうこんなとこに生えてやがってっちゅうもんで見るのも嫌になってますね、見るのも嫌になっていう感じで、うん、だからあれのバチが当たったんやなって言って言ったこんだけ取れるようになって、そんだけ取れてたのにちょっと落ち葉が挟まるだけでダメなんですね、うん、そうそうそう、あの結局砂あの乾いた砂地みたいなところにできるから、だからそれをその落ち葉が塞いでしもたら、ええ、あかんわけや。そんな話聞いてるとね、胞子も落ちてもその葉っぱの上落ちたらできへんわけやからね、うん、そう聞いてるとね、食物連鎖って、ね、うん、面白いものだと思うわけなんですよ、うん、だからそういうなんで、うん、あのもう取れて取れてかなんかったいう話や、ほうほう、だからまあ、 あのタコなってからの話ではね、ええ、私はあのバブルの時にね、ええ、あの不動産取引してした、ええ、前言うたわけ、ええ、ありましたな、その話が、うん、でそれでいろいろその銀行に世話になったからで支店長にね、ええ、なんかそのお礼寄せないかなという話になった時にね、土地 あの売った人がね、お前どうせすんなんね、全く遅れてね、僕なんか頭の中で全くみたいなもん もったいないし、うん、高いしそこまでせんでもええのちゃうかんやけど、まあ何しろあんだけの金額のもんやから億単位でしたな、んで、うん、それから全くのね、ええのね、京都やからね、ええ、それをあげたらそれは喜ぶには違いないけどね、ええ、そらほんまいた現金持った方が喜ぶ、そらそうやろう ね, ね、でそれでとにかく京都は有名な全く屋があって、うん、三条のとこにね、うんうん、ロビン虫と一緒に行こうみたいな、でそこへその全く買いに行ったわけな、はい、バブルの一番頂点の時やから、ええ、いくらぐらいだったんですか、日本三本、大きいのが2本に小さいのが1本入って9万円、ええ、9万カゴにちょちょっと入ってね、うん、あの1本3万ぐらいじゃないですか、そう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 、ほんでそしたから、うん、大きいのは3万5千円ぐらい、うん、ずつぐらいの小さいのが2万円っていう感じかな、ええ、うん、そんな感じや、うわー高いわそれは、でうわーと思ったけどまあええわというか格好で、なるほど、こうってその時にそのまあこんなことめったにないんやから、ええ、いろいろ取材をせないかと私は大体話聞くの好き、どんな取材したんですか、ほんでその松茸屋にいろいろあの松茸の話を聞いたら、ええ、そしたら松茸は、うん、その不作の時が商売、わしらの商売の時やと、そうなんだ、で豊作なんて言ったらああと思って、豊作貧乏って言いますからね、あの値段が下がるやん、そうです豊作貧乏です、うん、ほんであのもうた方も、ええ、値段の安い時にもうたら、ええ、あんまり益せえへんって、そりゃそうでしょうな、うん、それから今年は不作で全くが高いっていうな報道がテレビやらであったら、うん、その時こそその、うん、お使い物に使う金持ちがねお使い物に使うっていうんでね、うんうんうん、それから不作の時がわしらの商売のあれやと、なるほど、で確かにねあの見事なあのええ松茸で空虫なんて入ってよ、うん、あと虫がちょっとでも入ってたらみんなそれは昔はあの捨ててたっていう、この頃もったいないからそれはええとこ取って、全くご飯にする店をその近所にこしらえて、なるほどやるようになったとかね、うん、そういう話をしとったけどね、なるほどね、うん、だからそういう値段で買ったことある、うん、あすごい時代ですねやっぱ、そしたらやっぱり3年ぐらいは、ええ、案内この時期にあんて言うと案内状が来たわな、あそこでしょうなまあだから安い時期も高い時期も知ってるって面白いもんですな、うん、そういう格好で、まあ今は松茸はあの僕らほんで子供の頃は松茸狩りっていうのもようあって、なんかありますね、また昔はあのなんかちょっと集まってって言ったら町内会なんかでもね、春は潮干狩り行こうか、秋は松茸狩り行こうかとか言ってね、ようそういうな、ほんだどこの家も子供が3人とか5人とかあるような時代やから、そういうのは楽しいわけやんか。そうですな。ほんで行く、ほんで松茸狩り、秋なんかのその松茸狩りなんて行くとね、あとはすき焼きやわな。ああ、すき焼き。うん、すき焼きに、それから丹波あたり行くと丹波牛の良い肉で、松茸、たっぷり入ったすき焼き食べさせてもらうっていう、すき焼きに松茸ですやっぱ、うん、だからなかなか良かったけども、うんうんうん、で松茸狩りそのものはね、もうその業者の松茸狩りも行ったことあるけども、その友達なんかでもその地域に住んでるようなやつがおって、そしたら松茸狩りに招待するなんて言うとね、うん、その松茸っていうのは取れる前にね、うん、入札があるんで、へえそうなんだ、この山一山の権利を、うん、その持ち主が、うん、自分がその売ってしまうわけやから、アメリカのガレージのこういう競売みたいですな、うん、そやからね、でみんな今年はよう取れるとかよ、うん、あのタコなるとかいうのを予測しながらみんな入札するんやけども、
田舎の人は決して高い値段入れへんやって。あ、そうなんだ。だからね、あの地元の人間がね、もうその人を呼んだりするのにね、あそこの松茸山今年入札しようかとかいう感じでね、割と安い値段で入札するから、なんで おいでと。でそれはもう その山はその季節中そいつのもんやな。ああ、そうですな、何もなかったら嫌ですけど。だから取るのも取れたらみんな持って帰ったらいいかなっていう感じ、なるほど。だけどもう今の松茸狩りはね、松茸狩り今でもあっちこっちやってんねんで。ああ、ありますな。だいたい1回2万円ぐらい取んねんな。入山料入山料結構かかるな。ほんと結局それは、あの松茸入りのすき焼き込みの値段やから。あ、それならまあまあ、ほんで大体取れたら、取れた松茸も持って帰ってっていうのが2万円ぐらいやな。だけどね、その取れるようなとこにあの、ま、あの入れてくれへん。あら。ほんで全然そのあくまでもう仕込んだん、ある程度あの30人の団体やったら30人来たら、これぐらいまでっていう本数、まあ20本ぐらいとかね。なるほど、ありそうな爆弾に誘導すると。みんなあの、あの植えよんで、取ったやつを植えていいんで。あ、わざとわざと。あ、取れた取れたって適当に喜んでもうて、あの業者も損がいかん程度にやってるわけな。逆に言うと絶対坊主ってことないんですね。坊主ってことないわけですな。いや、あのさやから坊主ではないけども、全員には絶対当たらへんぐらいの数しか仕込んでない。バランスは取れてるんですな。半分ぐらい、な、30人おったら15本ぐらい。なるほど。あのでなんでそうするぐったら、特にね、素人があの入ったらね、せっかく生えてるところの上踏んだりしょ。そういうことですよ、要は。それからそのアブノテあんな素人に入らさない。まあ先ほどの話もあったようにガス、そういう上にね、こういう木の葉が詰まったら生えてこなくなるわけやから、まあ言ったらデリケートな植物なんですな。植物キノコ、まあ、そうです。それからあの大体あのそういうとこは案内人がついてね、あの ようこうして見たあの辺にあの違いますかとかこういうわけ。余計なとこ行かさへんように誘導するわけですね。まあ そういうことやな。で持って帰ってもっと安い松茸狩りもあんねんけども、それは持って帰る分はお買い上げくださいって。ああの自分が取ってもありますな。そういうことやね。なるほど、よう分かりましたわ。まあ、あれですね、まあ、松茸がね、そういう取れなくなった最大の原因がそういうガスの普及っていうのは驚きですよね。そうやね、まあ要するにガスの普及やね、掃除専用になったりことはね。そうですな。それだけじゃなくてね、そういう松茸ガニの裏話が聞けて面白かったですね。だからそこの僕のと友達のとこでも、そのおじいさんが亡くなって、そういう山へ切り切りに行かんようになったら、途端に松茸が取れんようになったりって。そんなに松茸でデリケートなんですね。デリケートですよ。だから今でもね、みんな言うねんけども、山をきちっと整備したら、全くはなんぼでも生えるんや。ただそのコストがかかるんでしょうね、結構。ほんで結局それをね、ボランティアでというか、きれいに掃除するのをね、山入って掃除するの、その代わりその全くがの時期には招待してやるというようなね、そういうシステムを作ればね、あのまだまだ取れるはずや。そうですな。まあ、僕なんかはね、松茸は土瓶蒸しよりも、そういうすき焼きの松茸が好きですね。小津先生は何が好きですか？僕らはそれは松茸を焼き松茸。なあ、これもう、ちょっとなんていうの、お酢三杯酢かなんかね。そうですね。皆様はどんな松茸がお好きですか？松茸の話で興味があるエピソードがありましたら、コメント欄にいろいろお書きくださいませ。今日も見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。